気づいく？ガラステーブル。任してください。ありがとうございます。ランチョンマット買ってきました。あ、写メ撮る？これ写真上げていいです？じゃあちょっと撮影していいです？ナイス！うちの熊社長がこんなスタンプ送ってきましたよ。じゃあこれから労働に行ってくるからな。労働に行ってくるからな。おーい、3時半に来てたラインスタンプが行ってきますかって、トラさんのスタンプ来た。ズボン長いっす。これあげますね。どっから撮ろう？上から？斜め、ここだな。OK。関東風もいないです。社長仕事だって。やめてるよ、マジで。ツイートした。紅生姜も入ってます。あとイクラっすね、一番上。うん、ファンタ投げるために労働してくるのか。ふわくまどうなる。めちゃくちゃうまいっす、マジで。我ながらマジでうまいっす。いただきます。お湯になりそうです。フランスパン見える、これ黄色でしょ。うまい、うますぎる、マジで。みんなに食べさせてあげたい、これ。事件です。でかいでかい。ドラゴンボール。ドラゴンボール落とした。最悪。うん。見てよこれ。あ、ちょっと邪魔だなこれ。めちゃくちゃうまいんだけど、うん、ほらやばくないこれ。
無限、無限ですこれ、無限の彼方へ。さあ行くぞ。止まんないよこれ。これ簡単な料理だけどめちゃくちゃうまいです。揚げとご飯とイクラしか乗ってないですけどめちゃくちゃうまいです。これ無限に食えるわ。やば。めちゃくちゃうまいですこれ。どうやって作ったの？全部一から作りました。うん、あの揚げのね味付けから全部米研いでから、で酢飯も自分でいい加減に作りました。適当に作ってもなんとかなるんですね。最初どうなるかと思ったでしょ。油揚げあんなにパンパンでどれもどうなるかと分かんなかったですけど、なんかできたっす。めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまい。やっぱね、こっちから攻めちゃう。これですよ。だってうまない、分けないでしょって。これおかずいらない。日東さんってどこなんだ。頑張って3つなんだ。ああ、ありがとうございます。落書きやりだせ。随分ね、ファンタ待ちっすね。ファンタ飲みたくなっちゃう。ファンタ飲みたいっす。すごいでしょ。これ紅生姜入ってるんで、すごいさっぱりしてるでしょ。うん。そうそうそう、刻み生姜。パンじゃないんだよね。
さっきフランスパン見えるって言ってるけど、フランスパンに見えるこれ。多いねさ。めちゃくちゃうまい。たまらん。フランスパンに見えるのこれ。お稲荷さん。最高です。まあそうでしょ。土のうに見える。これラップしといて多いかな。うん。あ、今日子供の日なんだ。ツイッター載っけたよ。皆さん見たらいいねしといてね。ナイス押しといてよ。あ、ナイス押してくれてる。コメントもありがとうございます。いつもね、食べたい、ありがとうございます。コーラ飲んじゃうか。ラップして、ラップするか。じゃあめちゃくちゃうまいな、マジで。あんたくないよ、お前。